はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はこちらのメジャーセカンドコラボ記念ガチャを引いていきたいと思います。デビューキャラとしては、まあ、メジャーセカンドのキャラですね。全然知らないんですけど、デビューさくら、さくら何これ、むつこ、わかんない、読めないです。で、デビューキャラとして佐藤ひかるっていいのかな、これはまあとしくんの多分息子さんだと思うんですけれども、まあ、この2人が、デビューで来てて、まあ、相棒キャラっていうね、位置づけになってます。で、自分はちょっとね、相棒キャラのシステムをあんまり細かく理解してないんですけれども、まあ、多分あの評価が上がってタッグができる人と一緒にいるとダブルタッグになるよみたいな、そんなイメージでいいのかなと。あと、ちょっと彼女的な、役割で金徳を取るときはなんかうろつきイベント、まあ、多分3回くらいで終わるのかな、で金徳を取っていくと、いうキャラになってるみたいですね。で、一応今回ですね、30連目から50連目でバナーキャラから SR が確定しているんですけれども、とりあえず引いてみようっていう感じなので、まあ、どちらかの SR が1枚手に入った時点でちょっと終わりにします。まあ、50連まで引く価値があるかって言われるとちょっと言い方があれなんだけど、価値があるかはちょっとわからないんで、まあ、とりあえず相棒キャラっていうのを1枚は持っておこうという意味合いでちょっと引いていきます。正直言うとそこまで引きたくないんだけど、まあ、引いていきましょう、せっかくだからという感じですね。ではまずタンガチャバナー R 以上なんで、ここで SR が出たら速攻やめます。いや、ちょっとね、わかんないのよ、その相棒キャラの強さっていうのが未知なんで、未知の状況でね、そんな何十連もちょっと引きたくないなっていうのはあるんですよね。で、アプリの方とかで別に相棒キャラって全然つえーみたいなさことは騒がれてないと思うんで、まあそれなりなのかなというところです。じゃあ10連目に行きます。10連目は、PR 以上が確定してて SR の出現率は2倍ですね。 PR 枠でちょっと来てくれ。あれ、石足りる？そもそもこれはないね。で、ここ以外はまああと基本常設なんで、バナー以外がちょっと微妙になると思います。まあそうだよね、まあ能見さんの R、 能見さんの R くらいかな、収穫的な話は。で、ちょっと待って、足んなくねえか、444、これで220使うんでしょ。いや、ちょっと足んないかもね、3回目よく考えたら。いや、とりあえず引こう。30個くらい足んねえじゃん。あ、虹が出た。あ、そうだよ、そりゃそうだよ、 SR 確定してんだから。で、また切らんか。そうだね、切らんだね。あ、来た。え、これ何、誰、一応2個入ってる。 SR の小平くん。え、ってことは下の虹玉がもしかして、おお、こういう時に来るか、まあ、ちょうど石足りなかったんで、 PSR のなんだっけ、佐藤さん、あれ佐藤じゃなくて、なんだっけ、もう忘れた、さくら、あ、さくらさんですね。あ、ちょっと一応ここでもう見ちゃいましょう。もう引かないんで。え、打っていいの。だから、なんていうの、そのタックボーナスはあるんですよね。タックが 80% で、固有で彼女系の、なんていうの、固有だね、だから1つしかついてない。通常の選手だと固有って2つついてるじゃないですか、スペシャルタックボーナスと、なんかやる気効果アップとか試合経験点ボーナスとタックボーナスとかっていう感じですけれども、その彼女系の固有なんで1個ですね、1個で、イベントボーナス系もアップして、一応解放すると、精神ボーナスが、あ、そっか、 PSR だからもともと40まではいけんのか。で、解放すると試合経験点ボーナスもつく。で、レベル50になるとイベントボーナスか。確かに試合経験点ボーナスが開くとちょっといいかなっていうのはあるかもしれないけど、そもそもちょっと使い方がわからないんで、
まあ、とりあえずガチャは今回これで終わりにします。ガチャは終わりにして、まあ、あのサクセスやってみますよ。だ多分相棒キャラは強化街道高校だったらそこそこいけると思うんですけど、通常の高校はどうだろうね。まあ、強化街道は何得意練習が2つあるから、まあ、それとうまく組み合わさって、まあ、タッグで稼げるっていうようなところなのかな。まあ、とりあえず、PSR のさくらむつこちゃんでいいのかな、名前が分かんないけど、が当たりましたので、次回は強化街道高校で相棒ゆえキャラを使ってやっていきたいと思います。というわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。